はい、アロハフックです。では今から星影のエールの弾き方を解説していきます。どうぞよろしくお願いします。まず、最初見てください。トーン記号の横に8分の12と書いてあります。これは8分の12拍子という拍子で、1拍をの中を3連符で感じてください。ですので 1,2,3,4 この中を 1,2,3,4 1,2,3,4 このようになる。 OK ですか。はい、では2小節目見てください。ここでは Gsus4 から G の流れで、まず Gsus4 の3320、これは1弦から小指、薬指、人差し指で押さえます。そして次2フレット目のプリング、これは中指で行います。で、大切なのはこのプリングをした時も人差し指と中指は残しておいてください。で、最後4拍目で2フレット目を押さえた時もこの人差し指、薬指を残しておいてください。なぜならばここは G ということで、これで G のコードが出来上がっておりますね。はい、では次に4小節目見てください。ここの流れなんですけども、 F から C って言ってます。ですので F のコードから C のコードの流れの中にというメロディーが入ってるという解釈で言ってください。これはね、ソロウクレレですので、ですので1拍目で最初3102、これは F の形に小指で1弦の3フレット目があります。そしてここ薬指ですので、 F の形は C のコードに入るまでこの人差し指、中指は残しておきます。ここで外すという形になっております。はい、では次は、13小節目を見てください。小節のね、バーの上に13って書いてあるとこ、そこ13小節目、下から2段目の2小節目になります。はい、ここを見ていただきますと Bm7flat5、 ここは8554、1弦から小指、中指、中指、人差し指、このように押さえてください。こんな形になってます、押さえ方。はい、で次の7フレット目に入った時もこの Bm7flat5 の形は残しておきます。で、このあと5444、ここで E7th になりますので、ここで下から1弦から中指、あとは人差し指の正破ですね。で、次このまま1弦の3フレット目、中指で移動します。そして Am7、 このようになります。あ、A マイナーですね。ここを続けて弾くと Bm7flat5 から弾くとこのようになります。 OK ですか。はい、で次の小節、14小節目見てください。ここ D7th、スラッシュで F シャープとなっている D7th on F シャープなんですけども、最初は親指で弾きます。手前の流れからでいくと親指が来ます。で、その後は人差し指ストラミングでちょっと通して弾くと、最初親指で3,4 こうなります。 OK ですか。はい、では次はレッテル C へ進みます。ここではまず16小節目、ここね、指の指使いにハイポジションもかなり出てきますので、しっかり説明していきます。はい、まず16小節目、7フレット目は人差し指で押さえてください。次8フレット目中指、次10小指、次人差し指7、そしてこの次 E7th に入ります。5444、先ほども出ましたね。で、7フレット目は小指を出す。で、ここ E7th で大切なのは、これも E7th の形の中でメロディーが動きますので、この人差し指制覇は残しておいてください。
このようになります。3、4OK ですか。で次に行きます。870ってあります。ここは8を中指、7は薬指にします。そして次の7フレット目人差し指で14、15、ここは小指で行ってもいいですし、中指、薬指とかそんな移動でも行っています。今中指、薬指で行きました。そして次の10フレット目僕は人差し指で行きました。そして8、8、7、ここで持ち替えて8が中指、7が人差し指にしてます。でここからの流れなんですが、18小節目ですね。8890、これは88が人差し指、9が中指です。でこの時はこの形を残したままで、10フレット目薬指、12は小指、そしてここで C on E に行きますので一回離して、このようになります。で次は Dm7 ですね。 Dm7 人差し指で制覇します。このように制覇を残したままで、8フレット目は小指、7は薬指で動きます。でまた E7 ですね。で次ここで12、14といきますが、12が人差し指、14薬指です。そして2ページ目に行きます。20小節目ですね。ここは15、このように動きます。いいですか。で次の8フレット目は中指で押さえたまま、そして21小節目のこのように動きます。で21小節目の4拍目の A7757、これは1弦から薬、人、中で押さえてください。これを残した状態で8フレット目は小指でいきます。はい、では続いて23小節目に行ってください。いいですか。1段目の4小節目になります。ここを弾いてみますと C4 このようになるんですが、1拍目は親指で弾きます。その後アップダウンアップでアップダウン通していくと3、4、親指で弾いてアップダウンアップアップダウン、このようになります。とこのようにつながっていきます。はい、よろしいですか。では続きまして25小節目見てください。ここは Am から Am on G というつながりになっております。 Am、 ここは中指人差し指で押さえます。で次の7を人差し指で移動します。そして14、15、ここは中指薬指で行った後に、次の10は中指、そして8、7、これは中人で移動してください。そして26小節目、ここは F からいいですか、ここの流れでもこの形を残したままでメロディーが動きます。このようになっております。そして、次は28小節目を見てください。15、12、ここは人差し指制覇を残した状態でメロディーを動いてください。はい、そして、あともう少しですよ。29小節目、30小節目は21、22小節目と一緒になってます。同じ内容です。
そして一番最後の小節がという感じで、エンディングになっております。いかがでしたでしょうか。以上、腰掛けのエールのデモ演奏、そして、解説でした。ありがとうございました。本日の動画気に入ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。